第二リザーバーの座をかけて、まずグッドリッチが入場。いつもながらの雄たけびで会場を沸かせる。今夜もけれんみのない豪快なファイトを見せてくれるはずだ。マルセイユの悪童も K のリングに上がって早6年。喧嘩ファイトを基本にした荒々しい戦いぶりはデビューから変わらない。2005年につながるインパクトの強い戦いができるか。 Our next super fight. Three rounds. K1 rules apply. In the blue corner, wearing purple trunks with gold trim, standing 191 centimeters.An official weight of 106 kilograms. A black belt in martial arts. Finalist in the 8th Ultimate Tournament. Champion of the first IBC Tournament. From Trinidad and Tobago, Big Daddy, Gary Goodrich! Arm Wrestling 界の喧嘩屋、剛力王、ゲイリー・グッドリッチです。His opponent in the red corner.Standing 190 centimeters, an official weight of 104 kilograms, finalist in the K1 World Grand Prix 2000 in Yokohama, third place in the 2000 and 2003 K1 World Grand Prix with 17 knockouts from Marseille, France, Cyril Abidi!フランスの喧嘩野郎、マルセイユの怪盗、シリル・アビディです。第2リザーブマッチです。さあ、いずれにしても KO は必至。喧嘩屋と喧嘩野郎の対戦。早くも飛び込んでいったのは今度はシリル・アビディです。距離を詰めたグッドリッチに対して膝を見せた。さあ、早くも殴り合いになる。左のストレートから右、距離を詰めるのはグッドリッチ。右ロンパー、あー、ロンパーを背負って殴りに行く。シリル・アビディ、足が止まった。一歩も引かない。左右のフック、ゲリー・グッドリッチ。アームレスリング界の喧嘩屋が剛力を振る。コーナーに追い詰めた。左右のフック、右ロンパー、左の相を返した。右は相打ち、激しい打ち合い、喧嘩屋対決。試合開始からまだ30秒。アビディが来た。アビディが来ました。アビディが来ました。先ほどまでのグッドリッチは何だったのか。すごい打たれ強いですね。大変な戦いになります。さあ、残り時間がなくなっていく第1ラウンド。しかし、もう2人はフラフラです。シリル・アビディの足元もおぼつきません。さあ、ガードを固めて残り1分。今度はグッドリッチが前に出始めた。大変な戦いです。あっと、しかしアビディも左、しかしグッドリッチの左右のフック力ありますから。いや、これもダウンではない。これもダウンではありません。スリップ、まだ両者にダウンは一つもない。左で飛び込んでいく、リグック左、こめかみを捉えた。効いてるよ、効いてるよ、効いてますよ。効いてる、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 
ッカーファイトはまだ決着がつきません。さあ大変な試合、残り10秒。アビディが右、まだ立っている、闘争本体ですね。ここで2つ目のダウン、ノックアウト。アビディはしかしまだやれるという表情。大変な戦いになりました。これは一茂さんから見て、これはアビディとブートリッチ、この戦い改めていかがですか？そうですね、やっぱりこういう戦いもね、やっぱり K1 の本当に醍醐味の一つだと思います。なかなか見れないですよね。そうですよね。わー、このブートリッチも一旦はもうダウン寸前まで追い込まれました。そうですね。でもうアビディが最後打ち疲れちゃいましたよね、倒れないんで。そうなんですね。このブートリッチの雄たけびです。今年は開幕戦に出場したこのゲイリー・グッドリッチ、ファイナルのトップ8人に残ることはできませんでしたが、それでもこの東京ドーム、まず序盤試合開始直後の打ち合いです。この目まぐるしいパンチのオーダー、選手退場。先にパンチを当てたのがアビリー、主導権を握ったようにも見えました。そしてその後のゲイリー・グッドリッチのこの右、アビディが最初のダウンを喫しました。そしてフィニッシュのシーン、この辺の谷川さん、本能だけで立ってるんですけども、会場が脇に沸いたと付き合い、ゴーリキオーが持てる力を存分に発揮した。そしてアビディも真っ向から勝負した。グランプリの緊迫感とはまた違った形で K-1 の醍醐味を見せてくれた。すごい試合だ。僕には絶対できない試合です。Thank you very much. ありがとうございます。So which mindset? The finish, you know, the ability. I don't know. He's tough. He had me going there for a while. I just had to suck it up and keep going. So it was good.So if you know someone injured, you have a chance to get into the tournament. I'm ready. It was a short fight, so I'm ready. I'm a tough fighter, and I ran back here for a workout. So I feel all right. Okay, so... Oh, no, you gotta get underneath it. Thank you. Good luck to you. Domo arigatou gozaimasu. Them in the back of that thing, would you? How you feeling? Good. Is that too fast for you? I was like, yeah. You can take them punches. Good. No, no, you got punches. Thank you very much.